こんにちは。まだ寒くてまだ雪があります。おとといはバーモットの日でした。知っていますか？面白いアメリカの伝説です。2月2日バーモットが初めて巣から出てくるときに、もし自分の影を見てしまったら冬はあと6週間続くというものです。今年ミシガン州のオフィシャルなバーモットは自分の影を見てしまいました。とにかく条件が整うと雪が火に照らされてキラキラと輝きます。今週のビデオはこの様子についてものです。今週の楽器はこのガラスの笛です。Hall というメーカーのものです。竜の絵があるので、ちょっとおもちゃみたい見た目ですけど、チューニングがぴったりですので、ちゃんと下書きです。このようなガラスの笛の特質は竹笛と違いますけど、両方に良い点があります。特にこのガラスの笛のハーモニックの音は吹きやすいので、今週の曲によく使いました。聴いていただきましてありがとうございます。ではまた来週。